千葉ロッテのホームラン内訳、やばい。生え抜きに11本白差、違反球の年でも28本だったのに、全体的に加齢臭きついわね。山口、うんこダイナマイト山本、2軍の手を。他球団のフルの外人見る目だけはあるんやな。歴代日本人ホームラン王が落合まで遡るチームやぞ。長距離砲の育成は12球団でぶっちぎりに下手くそなんや。井上はなぜ育成失敗したのか。外ポランコいてチーム打撃成績楽天とどっこいどっこいなんやな。こんだけ育成下手なくせに2025年には上昇軍団になりますって。よく言われるロッテの2位まぐれ感の正体。安田山口が悪い成長しなくても2人で25本ぐらいは打てただろう。外国人頼りな上に育成下手くそとか無能すぎでしょ。86年以来ホームラン王出てないのは遡りすぎだわな。ご視聴ありがとうございました。